ちら？いた。YouTube 見てます。あ、ヒカキンさんの声が聞こえる。ちょっとヒロン。じゃあご飯だね。シホはシロコロと携帯を見て楽しんでます。でも今はシロコロタイム。ね、なんか二人ともシホちゃんとかに。2匹ともか。はい、今日はね、もう平成最後なんですよ、今日で。はい、そうですね。ね、何をするにも平成最後になってしまいますけど。はい。もう明日から令和？うん。令和元年。ほら、白黒は下だよりちいちゃい。チョコだから。今日何日？今日は4月の30日です。平成最後の日です。え、そうなの？そうだよ。今日はね、軽く。パンも。ハンディー。いいよ。コロも降りて。コロも降りるでしょ。うん、降りない。うん、じゃあ気をつけてね。わかった。めっちゃ強い。チョコだからね。うん、チョコだ。ホワイトチョコと、ブラックチョコ。ブラックチョコっていうの。わかんない。見て。わぁ、性格が出るね。やり方で。いや、私綺麗じゃない？うん。リミにしては綺麗。うん、やられてー、いただきます。はい、まだ残ってるのかな。リミはね、パパの服を着てます。でかリミ最近ずっとそれでさ、うん、パパの匂いがするの。うん、えにするってパパの。そういうことなの。よし、できました、うん、いただきます。火曜日かな。はあ、甘いと思うか。これはゴールデンウィークの宿題？うん、漢字？自分で勉強するやつ？自学ノート？うん、自学ノート。平成最後の宿題ですね。ね、うん、平成最後の宿題。うん。しほちゃんはね、上でやってます。はい。リミちゃんはなんかややこしい。何それ。1年生の時と2年生の合わせた似ている感じ。だって2年生のさ、ま、感じさ、まださ、ちょっとしか習ってない。そっか、じゃ復習みたいなの。え、そう。もう隣のなんか絵が気になる。何、ビスケットの意味もわからないって書いてた。ビスケットの人間ってのがすごいね。自学ノートはね、絵とかでもいいんだよね。ねえママ、赤鉛筆ちょうだい。赤鉛筆、うん、なんで？いいか、はい、切った。シロンってできるの勉強？できるよ。なんでシロンがいるの？わからない。しほちゃんは2階で勉強してます。はい、今ねしほりみ研究室の動画撮ってるんでしょ。そう、頑張っていいよ、手を休めないで。今12時なんですけど、12時10分までにあとなんか漢字をいっぱい書かなきゃいけないそうで、あと4つ、4つ、それが終わらないと自分で罰ゲームをするそうです。よくわかんないけど、わさび食べます。そうです、そうです。絶対終わんないからな。もう朝に食べるよ、ね。じゃあその様子はしほりみ研究室を見てください。か、もう逆にもう上がってるかもしれないけど、どっちが先かわかんないけど、急いで、まだわかんない。だってまだ8分ぐらいあるよ。
もう待ってか疲れた。頑張れ。私の友達4つで15分で終わるんだけど、私漢字汚いのにさ、実家かかるのに。すごいね、平成最後の宿題ですごい企画してるね。すごいでしょ、うん、今ね、4月の30日、うんうん、そうだよ、明日から令和なんだよ。そうなのよ、今日最後なの、平成の。まあ一生懸命勉強してらっしゃいます。頑張って。あれと言いました。信号は赤になりました。僕の父さん偉いんだ。一緒に電車に乗りました。熊の子は何も言いません。だって何か考えている。黙って何か考えている。思いました。ねえ父さん、でもどうして黄色なんかにしたの？リミさんと歩いて、今日はちょっとね、用事があって歩いてます。歩いて歩いてます。歩いて歩いてしほちゃんお留守番です。お留守番、ね、久しぶりだね、歩いてお出かけするの。ね、ママと、ね、ママと二人で行くのは幼稚園ぶり。幼稚園ぶり。おじさん。そんなことない。うん、ある。ある。幼稚園ぶりだね。幼稚園ぶりだよね。あのさ、うん、そう言ってくるとさ、うん、幼稚園でさ、うん、バスがちょっと遅れてさ、ここ寄ってさ、うん、そうね、それでさ、お買い物終わったらさ、こっちにさ、リミがさ、初めて乗るバスが行ってさ、あれあれ幼稚園のバスって言ってさ、走って行ったの。そうだよ ね、 ね、あれ遅れたのかと思っちゃった。懐かしいね、うん、もうあれもう 2年生じゃん、リミちゃん。そうだよ、早いね。早いですね、大きくなりましたね。1年早い。早いよ、1年なんてあっという間だよ。あっという間。だってもう明日から、じゃあ2年生も、だって明日からもう令和だよ。今日は平成最後。なんか何をするにももう平成最後だね。ね。聞いてる？聞いてる。よくやったね、ここの方ね、昔ね。雪の日とかもやったよね。やった。やったよね。なんか面白そうなのある？あ、たい雪だって。ちゅるちゅる。見て、粗挽きソーセージ。今これあるんだね、うん、トウモロコシ。やっぱスクリーンズが多いよね、ここね。ね、見て、あ、ドッキリ大集合。これ面白そうだね、うん、しーちゃんに買ってく。ビリ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 注射器だって面白そうじゃない。ちょっとやってみる。ビリビリ。しかも100円なんだよ、これ面白そうだよね、うん、それやってみようか、一回、うん、せっかくだからね。見て、うんちくん。じゃあこれ出して。ねえ、水で膨らむサボテンだって。お、いいじゃん。水で膨らむサボテン興味あるわ。どれが出ても楽しそう。100円あるか。うん。すごい、パロディ消しゴムとかあるよ。面白いね。あった。100円。よかった。100円。たまにね、細かいお金がない場合がある。はい。はい、じゃあ何が出るかな。いい？いいよ。何これ。何、黒いよ。あ、これだ。おお。ドッキリナイフ。ナイフだ。ドッキリナイフ。すごーい。これ意外と面白い。意外と面白いんじゃない。しーちゃんグスってやってびっくりするかな。うん。それでしーちゃん多分痛い。痛いってなっちゃうかな。なっちゃう。しーちゃんさようなら。出して。リミが悪者になっちゃう。悪者になっちゃうね。よし、じゃあ
買い物して帰ろう。はい、どうして下がっていくの。だってリミの顔しか映ってない。今日 GoPro じゃないからさ。あ、ラーメン。スープがスライムだって。これも面白そうだね。200円だって。多分でも100円なかったでしょ、もう。うん、じゃあ両替してからやろうか。見て、すごい、こんなのあるよ。あ、見て、植木町とかって。あ、ほんとだ、かわいい。なんかさ、ここレアなさ、ガチャ多いよね。見て、終わったマンボール。あ、これも面白そう。すごいね、久々に来たけど面白そう。ちょっと両替してこよっか。ああ。リミ何買ったの？見せて。コロロ新発売。新発売。あ、当たった。あとしーちゃんのお土産。うん。しーちゃんはコロロ新発売いちご。これでリミ。みかん。うん。みかんがリミでいちごがしーちゃんね、うん、しーちゃんねこのコロロのぶどうが大好きなんだよね。てかリミも好きだけどね、うん、じゃあ行こう、うん、リミ何やってんの。ほっとただいま、おかえり。おいやー、え、コロロのいちご味なんだ。新発売だって。食べよう。ありがとう。大丈夫リミ。ありがとう、いただきます。いただきます。こんな感じ。いただきます。うん、ねえ、なんかリミ大丈夫？どうした？どうしたの？シロンが？あ、勢いよくシロンが来て。それでこうした。頭ごっちんした。ごっちんした。やっぱ音が聞こえた、ごっちんちゃう。もう。ママ。よし。どう？美味しかった。美味しい？リミは食べる、うん、リミはね、オレンジなの。新発売。じゃあリミも食べてみる？うん。じゃあリミはとりあえず手洗いがいい。先手洗い。美味しいかな。見て、うん、粒々入ってた？美味しい。美味しい。粒々入ってないかな。分かんないか。はい、ということでお昼ご飯を食べたいと思います。はい、はい、平成最後のお昼ご飯はめっちゃシンプルです。かけちゃった。あ、本当？あららららら、こういうの久しぶり。うんね、いつもなんかいただきます。そうだね、麺類が多かった。はい、いただきます。おにぎりです。今回の夜ご飯は何だろう。平成最後の夜ご飯は何だろう。ちょっとまだ暑いかもね。おにぎりを箸で食べるの。わかめおにぎりと豚汁、ソーセージがね、あのシャウエッセンの大好きなウインナーが2本入ってます。パリッとして美味しいんじゃん。うん、ね、もうね、時間がね、もう2時近いので軽めにお昼は食べたいと思います。夜ご飯、しゃぶしゃぶとかお寿司とか食べる。あ、うん、しゃぶしゃぶとかお寿司食べる。平成最後の夜ご飯はね、ちょっとお外で食べる予定なので。でもね、しほちゃん今日ダンスなんだよ。そっか。あ、パパ6時から7時に帰ってくるって言ってた。あ、ほんと。じゃあパパも一緒にご飯食べれるかも、うん、先生最後のみんな、うん、ね、うん、ダンスやってすぐ帰ってきたらパパがいるかもしれない。ほんと。じゃあ一回帰ろう。ダンス終わったらすぐ家に帰ってこようか。一回、うんうん、3人でお昼寝ですかね。おやすみりみちゃん。ひろころもおやすみ。ゴロゴロタイムだって。ゴロゴロタイム。そういうしほちゃんもダラダラタイム。リミもゴロゴロタイム。コロも眠いね。おやすみね。ちゃった、ちゃった。はい。あなたの YouTube タイムですか。外国のスプラトゥーン。あ、スプラトゥーン、ゲーム実況ね。今からダンスに出発。おー、うーん。ありがとうございました。行くよ。
でも良かったね、休みで。ちょっと嬉しいです。なんと、なんと。なんと今日ダンス休みでした。ガーン。すっかり忘れてきちゃったんだけど、まあでも、それもう来ちゃったけどね。まあ良かったね。そうだね。じゃあちょっとせっかく来たのでプラプラしてから帰ろっか。よく見てく。平成最後の大失態。ダンス休みなのに来てしまったという。行こう。行こう。グミペア。サンディー